日本人投手の重圧は理解できない。ダルビッシュユーとの主力の投手戦を制した山本義信をロバーツ監督も激賞。彼らは日本を背負っている。現地時間10月11日、本拠地で迎えたパドレスとのナショナル。リーグ地区シリーズ第5戦にドジャースの山本義信が先発登板。5回、63球を投げ、ヒア安打に無失点と高騰。 チームも2対0で勝利してリーグ優勝決定戦に駒を進めた。負けた方がポストシーズンから姿を消す。まさしくデッドオアーライブの一戦で、山本は先達登板の大役を任された。今シリーズ第2戦で強打のパドレス打線に捕まり、3回、被安打後、5失点と不本意な投球をしていただけに、抜擢にはドジャース首脳陣の期待の大きさが伺えた。 そして、背番号18は首脳陣の信頼に依れた。初回を三者凡退で上々の立ち上がりを見せると、1し1、2類のピンチを招いた3回には、パドレス打線の核となるフェルナンド、タティス JR。お三類への併殺打に仕留めて窮地を脱した。試合展開が一気に傾く可能性があった局面をゼロで抑えた。試合に向けて、 配給の面もすごく何度もミーティングを重ねて確認しましたし、もちろん技術のところもたくさん調整したという山本はその後もピシャリ。強打のパドレス打線につけ入る隙を与えず、球場を熱狂させた。相手先発だったダルビッシュユーとの主力の投資戦で異彩を放った25歳。昨オフに12年3億2500万ドル、約465億円。 の超巨額契約を締結した価値を証明したと言えよう。そんな圧巻の投球には、指揮官も脱帽する。試合後のシャンパンファイト後にベスポーツ専門局、FOX スポーツの中継番組にゲスト出演したデーブ、ロバーツ監督は、誰も彼にかかっている期待やプレッシャーの大きさは理解できないと思う。彼らは日本という国を背負って戦っている、と強調。そして、 セバン号18の見せた弾力を絶賛した。その点は言う、ダルビッシュもそうだ。彼らはみんな日本を背負っている。今日の良しは初級の97マイルから集中していることが分かった。試合前には彼がどれだけのイニングを投げるかを聞かれていたが、私は自分の目で彼を見てとことん信頼することに決めていた。 ドジャースをポストシーズンでの生き残りに導いた山本。そんな若き日本人右腕を抜擢するという賭けを制したロバーツの勝負しぶりもまた見事であった。